ジュゼッペ・モレロ、ジュゼッペ・モレロは、シチリア出身のニューヨークのマフィアボス。20世紀初頭のアメリカで、組織犯罪の走りとされる、モレロ一家を創始した。後期は、ピーター・モレロと呼ばれた。新章ピットピデュ、あだ名は、クラッチハンド。シチリア島、コルネオーネ生まれ。父カロゲロ・モレロが1872年早死にし、母がベルナルド・テラノバと再婚した。 モレロの子がジュゼッペで、テラノバの三人息子は、イーフテに当たる。おじジ,ジュゼッペバッタリアが、地元マフィアのボスを務め、ケイフベルナルドも、同マフィアの一員という、マフィアの家系に育った。おじの圧戦で、マフィアの一員となり、地元の紙幣偽造活動に関わった。1889年、有力な若手マフィアのパオリーノストリーバと組んで、大規模な牛泥棒を働いた。 捜査が始まると、モレロらの仕業と見て追求していた警官ジオバンに、ベイッラを銃殺した。殺人シーンを偶然目撃した女性が、警察に密告しようとして、モレロに背後からピストルで射殺された。モレロは、さらに警察に追われた。1892年、渡米して、ニューヨークに来ると、翌年追って渡米した家族と共に、職を求めて、 ルイジアナやテキサスを転々とした。殺到機光入れや渡積みなど低賃金で重労働の農作業に家族総出で従事した。ルイジアナでは在米の同郷マフィアにコンタクトした。1894年7月、シチリアで本人不在のまま私兵偽造の有罪で6年の懲役を宣告された。1896年頃、 薬病が流行したためニューヨークに戻り、イーストハーレムに定住した。ギフ・ベルナルドが、酒屋をはじめ、モレロイカ家族総出で従事した。やがて工場や石炭や、サルーンなどを始めたが、ほとんどが閉鎖に追い込まれ、金を失っただけだった。それらの失敗がきっかけで、再び紙幣偽造活動を始めた。 紙幣偽造はアメリカではすでに1880年代からイタリア系犯罪者を中心に行われ、特にシチリア系の紙幣偽造ビジネスは1860年代からニューヨークでアクティブだった。1900年、ブルックリンで偽札が出回り、同年6月11日、連邦シークレットサービスに逮捕されたが、証拠なく放免された。この頃からリトルイタリー中心に、 シチリア系の犯罪者を集め、ギャングを組織し始めた。パレルモ出身のイニャツヨルポと強力なタッグを組んだ。周辺一帯を支配していた、カラブリア系のダゴスティのギャングを、リトルイタリーから追い出し、非合法活動のベースとした。スタントンストリートでスパゲティアを回転したほか、プリンスストリートの酒場を手に入れ、アジトにした。隣がルポの店だった。 1901年9月、ビートカッショフェロが渡米し、モレロと接触した。1902年、イタリアで印刷したゴドル紙幣をオリーブオイルの空き缶に詰めてニューヨークに運び、各地に分散して流通させた。前回より紙質が良く、より成功に仕上がっていた。偽札が再び移民居住区で出回り、ユススはモレロの仕業と見た。 1902年7月23日、組織のメンバーで、ブルックリンの雑貨商のジュゼッペ・カターニアが袋詰めに、された遺体で見つかり、両耳の根元まで喉をかき切られていた。警察は、紙幣偽造に絡んだモレロによる口封じと見たが、証拠なく、基礎を見送った。1902年12月、不動産会社を立ち上げ、ビル建設や資材の販売、建てた家のリースを始めた。 モレロ、マルコ・マカルーソ、アントニオ・ミローネなどが役員に名を連ねた。会社の株券を広くイタリア移民に買わせた。実態は投資詐欺で偽札を会社の株の配当の支払いに使い、株主には配当の即時処分を義務付けて当局の追跡を遮断した。金回りが良くなり、靴屋や理髪屋など商売を広げて犯罪の隠れ民のに使った。ユススは 大量のオリーブオイルを輸入していた、あるイタリア系の卸売貿易商が、ルポやモレロと知り合いである事実を突き止め、その貿易商の資材倉庫を輸入船が到着したタイミングで、抜き打ち検査を実行し、搬入されたオリーブ缶に偽造紙幣が詰まっているのを発見した。紙幣は、ナポリですられ、仲間の貿易商を介して、ルポとモレロの手に渡っていた。 貿易省やその仲間は取り調べに対し、モレロとのつながりを否定したが、それ以後当局に尾行された。1908年までにすった偽造紙幣は数十万ドルに及んだという。1903年4月、バレルマーダー事件でメンバー11人とともにニューヨーク市警に逮捕された。1902年12月31日、 モレロの紙幣偽造団のジュゼッペ・ディプリモら三人がユススに尾行された末、ヨンカーズで偽札仕様の現行犯で検挙されたが、翌年2月に懲役4年で収監されたディプリモはモレロの元へ親族のベネディクト・マドニアを派遣し、資金の工面を求めた。モレロ一味はマドニアと議論の末、仲間のパニアに誘い込んで殺害し、木の樽に詰め、空き地に遺棄した。新聞は その残虐な殺しぶりをバレルマーダーと呼び、大々的に報じた。多くの状況証拠があったにもかかわらず、モレロイカ全員が証拠不十分で放免された。ロワー,ーイーストサイドのクリスティストリートに住んでいた。妻とは1898年に死に別れ、1903年9月、イフ妹ルーシアがシチリアから連れてきたニコリのサレミと再婚した。後実母や、 テラノバ兄弟が住んでいたイーストハーレム107丁目に引っ越した。同年ルポがモレロのイフ妹と結婚し、モレロとの結びつきを強化した。コルレオーネ出身者を中心に広くシチリア各地の出身者を取り込んで急速にネットワークを拡大し、1905年頃までに一大勢力を築いた。1903年3月、プリンスストリートの裏通りで、 マフィア会議が開かれ、カッショフェロやモレロ派10人はくだらない人数が出席していた。バレルマーダー事件の際、家宅捜索で押収したいくつもの手紙から全米各地のマフィアと連絡を取り合っていたことが分かった。偽造紙幣や不動産売買が軌道に乗るとハーレムやローアーマンハッタンで地元商店への値だりを始めた。商店を襲って金品を奪い、 店を守る名目で同じ店から、用心膨大を巻き上げるという手口で、要求に従わなければ、店の破壊や放火、子供の誘拐を行い、時に店を破産させた。ニューヨーク市警の警官を賄賂付けにし、逮捕の動きがあると彼らから情報を得て、身を隠した。たまにイホールの有力政治家ティモシー・サリバンと人脈を、気づいて、裁判を有利に運んだ。強制、抗議がし、 イタリア式富くじ、強盗、紙幣偽造など、犯罪の種類は多岐にわたり、得た収入を、商店やレストラン、不動産ビジネスに回して、マネーロンダリングした。後年捕まったアントニオコミトの証言によれば、ボスは、社長と呼ばれ、社長に任命された、コーポラルコープリルさんから4人が、大勢の一般構成員に指示を出すという、組織体制で、社長はモレロだった。 構成員は1910年時点で100人程度と見られた。組織メンバーに沈黙の掟を課し、裏切り者は見せしめに残虐な方法で処刑した。一説にモレロが関わった殺人の数は60人とされる。ユススは2度目の偽殺事件があった1902年以降、個々のメンバーを常時監視対象にして、尾行や会話の盗聴を重ねたが、用心深いモレロと、 仲間の結束力のせいで捕まえられなかった。1909年3月12日、ユススと連携して、モレロ一家を追いかけていたニューヨーク市系のジョゼッペペトロジーノが、訪問先のシチリアとオパレルモで暗殺されたが、モレロ首謀説がある。1908年、地元の不景気の煽りでモレロの不動産会社やルポの雑貨ビジネスが資金難に陥り、 再び紙幣偽造の準備を始めた。偽札の取引のため、ニューオリンズ、シカゴやボストンに足しげく通い、各地のシチリアマフィアと打ち合わせを行っていた。1909年、ユススはメンバーを尾行して、ニューヨーク郊外ハイランドで、モレロ一家が立ち上げ中だった紙幣偽造工場を突き止め、メンバーを泳がせて、物的証拠を積み重ねた。 1909年11月15日、モレロは自宅でウィリアム・ J ・フリン率いるユスス捜査チームに踏み込まれ逮捕された。ユススはカラブリア系印刷屋で紙幣偽造団に半ば強制的に参加させられていたアントニオ・コミトに偽造活動や組織の内幕を自白させた。1910年1月、ルポラ仲間7人と共に 死刑偽造の罪で起訴され、2月19日、コミトの証言が決定打となって有罪となり、懲役25年を宣告された。モレロは判決を聞いた瞬間、ぐらついて力が抜けたように崩れ落ちた。控訴して原型の根回しを図ったが却下され、同年4月20日、アトランタ連邦刑務所に収監された。収監中、原形を画策して、 検察と書面の応酬を繰り返した。週刊後のモレロは、しばらく監獄から、一家のメンバーに指示を出していた。一家の首脳陣は、モレロの早期釈放のためあらゆる手段を講じた。リーダーを失ったモレロ一家は、派閥争いに突入し、組織の求心力は低下した。1912年4月、モレロの息子カロゲロモレロが、銃撃戦の末に殺された。 1920年3月、原型の誓願が実り、出所した。一家のボスに復帰したが、テラノバ兄弟は、カモンラとの戦争で縄張りを縮小し、ハーレム108丁目から116丁目に交代しており、組織の規模は、モレロ東国前に比べずっと小さくなっていた。モレロは、シチリア系の他のグループと提携する道を模索し、一説に、 ブルックリンのウィリアムズバーグにコロニーを築いていた、グッドキラーズと提携した。モレロは彼らを利用して、ライバル数人を葬り、勢いを取り戻した。モレロの造反は、ルポの後継者として、当時全米新事ーとのトップにいたパレルモ派閥のサルバトーレ・ダキーラの怒りを買い、ダキーラの手下に命を狙われた。モレロは潜伏し、一時シチリアに退避した。ダキーラは、 ハイカのウンベルト・バレンティを使って、モレロ一家の残党を追い回した。1922年初め、シチリアでの味方集めに失敗して、ニューヨークに舞い戻ったモレロは、ダキーラと密輸の縄張りを争っていた、ジョーマッセリアと同盟した。1922年5月、ヴィンセント・テラノバ、1923年には、その義兄弟のヴィンセント・サレミが犠牲になり、報復合戦と化した。 1922年8月にバレンティを暴殺したマッセリアはモレロ・テラノのハーレム組織を組み入れてボスになった。モレロは名目上リーダーの地位を保ったが実質アドバイザーとなった。1923年末に全米シンジケートでマフィア諸派閥により二社間の和平が取り持たれダキーラを抗争の勝利者と認めて抗争は終わったがダキーラは抗争を止めたものの モレロやマッセリアをシンジケートに復帰させることを拒否したとされる。抗争後、マンハッタンに住みを構えていることに身の危険を感じたモレロはニュージャージーのフォートリーに引っ越した。出所後のモレロは派手な犯罪活動を控えるようになり、1920年代は土博のポリシーゲームや土建業強制を収入源とした。1920年代後半、建設業界に 大々的な強制を行ったトミーガリアーノのユナイテッド・ラーシング・カンパニーの役員リストに漏れろの名があった。また、酒密輸の隠れ身のであるエンパイア・イースト・カンパニーの株を持ち、密輸収入から一定の分け前を受け取っていた。1928年10月、サルバトーレ・ダキーラが路上で銃殺され、犯人は捕まらなかったが、裏社会ではマッセリアが死亡したと信じられた。 モレロはダキイラの後釜ボスにあるミネオを任命した。1930年、ニューヨークのマフィアやイタリア系ギャングを次々に参加に置いたマッセリアはカステラ・マレハと対立し、モレロはマッセリアの参謀としてカステラ・マレハとの調停会議で主役を演じた。マッセリアは抵抗を煽っている先導者がバッファローのカステラ・マレハボスのステファノ・マガディーノと疑い、 話し合いに呼び出そうとしたが姿を現さなかったため代わりにブルックリンのカステラマレハの当時幹部だったサルバトーレマランツァーノを呼び出したモレロはマランツァーノに争い解決の話し合いに応じるようマガディーノを説得することマガディーノと戦争になった場合は手を出さないことなどを求めたというの回想そ,その後マランツァーノが公式にニューヨークのカステラマレハボスになり モレロは命を狙われた。マランツァーノはマッセリアよりその背後のモレロを危険視していた。1930年8月15日、イーストハーレム116丁目の事務所で現金や領収書を整理しているところをマランツァーノ派のガンマン二人に襲われ、5発の銃弾を浴びて殺された。1930年7月15日、カステラマレ派の重鎮。 ビート・ボンベントレが殺害されており、その仕返しとみられた。1963年、沈黙の掟を破って、マフィア組織を暴露したジョゼフ・バラキは、モレロ暗殺犯をシカゴから派遣された、殺し屋バスターとしたが、異論が多い。1910年の裁判で、チロテラノバがモレロが渡米して、ニューヨークに定住するまでの経緯を証言した。1895年に、 紙幣偽造で捕まった、ステラ・フローと率いる、紙幣偽造シンジ事ーとには後に、モレロ一家の協力者になるサルバトーレ・クレメンテがいた。クレメンテは1902年にも、ビトカ・カッショ・フェロなどと共に、紙幣偽造で逮捕された。モレロがニューヨークに戻った頃、ローアーマンハッタンを支配した、パレル・モハ、マフィア・ボスのカンデレロ・ベッティーニとニコラス・タラントが、紙幣偽造で、刑務所送りになった。 モレロに雇われていたメシいカイモーリー・キャラハンが突然行方不明になり、当局はモレロの偽造犯罪に巻き込まれて殺されたと疑った。パレルモ・マフィアの家系。殺人容疑でパレルモ警察に追われ、1899年に渡米した。ブルックリンなどに住んでいたが、1901年版発端に移った。 1900年シチリアの監獄を出所してほどなく貿易承認を装って渡米した。1901年9月より2年半ニューヨークに滞在し、その後ニューオリンズに半年いた。1904年9月シチリアに帰国。後年政府内通者に転じた犯罪仲間サルバトーレ・クレメンテがカターニア殺しはモレロとドミニコ・ペチョラーロが死亡したと証言した。 1960年代ルッケーゼ一家、相談役だったマリアーノ・マカルーソのジップ。首はほとんど切断され、60個の刺し傷があった。リプリモの裏切りを理由とする見せしめ粛清説、モレロが金を払わなければ、当局に密告すると脅かした、マドニアの口封じ説などがある。校舎が、定説に近い。木の樽は、 組織メンバーのピエトロ・インゼリッドのパン屋にあった砂糖の樽と同じで、発送元のパン製造工場からインゼリッドが砂糖を注文して付け届けられたことが判明したほか、木の樽の中に残っていたタバコの吸い殻と同じイタリアブランドの黒いタバコがモレロの酒場にあった。1910年までに70人が摘発されたが、残党が残った。モレロとジョゼフ・フォンタナが当時シチリア島にいたビト フェロに暗殺を依頼したという説。カッショフェロが殺害関与の疑いで逮捕された時ペトロジーノの写真を持っていたとされる。フリン捜査官率いるスパイチームの尾行、追跡による。1912年、規定ニコラス・テラノバがフリン捜査官の子供を誘拐することを企てた。移民に変装した捜査官がニコラスと仲間ジョーディ・マルコの会話を盗みに行きし、 誘拐を企てていることを知った。実行すれば、モレロの恩赦のチャンスはなくなるため、誘拐を断念したと伝えられた。さらに政界への影響力を増やそうと、政治クラブまで作った。政府証言者に転じたサルバトーレ・クレメンテが、モレロ週間後のニューヨークマフィア情勢を証言した。一説に、犯人は、ベネディット・マドニアの追いロッコ・タパノとされる。一説に、 1920年までに、ロモンテ兄弟やテラノバ兄弟に代わって、ハーレムのマフィアボスになっていたサルバトーレ・ロイアカーノに、ボスの座を降りるよう要求し、これを拒んだロイアカーノを、1920年12月、暗殺した。サルバトーレ・ダキーラに据えられた傀儡ボスだったという。1921年半ば、ダキーラはマフィア会議で、ジュゼッペを含む、モレロギャング全員に、 死の宣告を出した。マッセリアは、周りにいた古い世代のシチリアマフィアに配慮して、モレロを、ボスの中のボスとして担ぎ上げ、批判を交わしたとも言われた。ボナンノ、ニコラ・ジェンタイル等、内部関係者の味方。パレルモ出身のマフィアリーダーの一人で、1910年代、ダキーラ派とモレロ派の抗争でモレロ側につき、ダキーラと敵対した過去がある。ボナンによれば、 モレロはパレルモでマランツァーノとすでに面識があったという。モレロがシチリアを離れた1892年時点でマランツァーノは6歳か7歳であり、パレルモでマランツァーノと会っていたのが本当とすれば、モレロが出所後にシチリアに一時帰国した時以外にない。その頃のモレロはダキーラに対抗するためシチリアのローカルマフィアの間を奔走していた。 事務所にいた仲間二人が巻き添えになり、一人は絶命、一人は死を免れた。モレロは全く危険を察知しておらず、無防備で銃も持たずにドアを開けたことから、構想している認識がなかったと見られた。バラキは当時マランツァーノの暗殺チームで働き、複数の暗殺現場に合わせ、その模様を詳細に証言した。多くのマフィアシアによるバスターの特定が、 トローに終わった後、バスターは自分の殺人行為を隠蔽するために、バラキが捏造した架空の人物との説が浮上し、一説にヒットマンは、バラキ本人とされる。マッセリアがダキーラに変わる新しい権力を裏付けするために引退のみだったモレロを再びマフィアの世界に引き込んだとされる。ありがとうございます。